はい、皆さんこんにちは、 FS.com のフジアニです。今日はノーリーショービット360のやり方を解説していきたいと思います。まずスケボーに普通に乗れていることですね。プッシュとかチックタックがちゃんとできるっていうことと、あとは、ショービット、それのワンエイティがまずできないと360当然できないです。なのでもし、今時点でワンエイティできてないっていう方は、あのワンエイティの解説もやっているので、先にねそっちをちょっと確認してから、トライしてみてください。もう皆さんご存知だと思うんですが、ショービットっていうのは板をねこう横に回して着地するっていう、まあ、そういうトリックの総称になります。180、360、540、720っていう、まあ、最高で今2回転まで回す方いますけれども、あの回転数が上がれば上がるほど難しくなります。まあ、それは当然なんですが、まあ、どのぐらい難しいかっていう と、今まで180できてた人が360できるようになるのは、まあ、例えで言うと、まあ、例えばスプーンでご飯食べれるようになりました、で次お箸食べでご飯食べれるようになるっていう、まあね、それぐらい結構難しくなるんで、まあ、ちょっとねお箸とかはもう使わないと食べれないじゃないですか。だから頑張って練習すると思うんですけど、なかなかスケボーでそれ続けることができなくって途中で諦めるっていう方もね、まあまあいます。だけど順番にちょっとずつやっていけば必ずできるトリックやと思うんで、ぜひね頑張ってトライしてみていただけたらなと思っております。はい、ということでね、スタンスから行ってみたいと思います。はい、スタンスです。スタンスは、まずはね、前足この辺りフロントトラックの真上辺りに置きます。そしてつま先を、前に向けて、トラックより前にちょっとはみ出させる感じですね。でこのつま先を使ってこうね前に押し込むことができる位置に置きます。で後ろ足は通常と同じですね。通常のスタンスこんな感じに置きます。で角度はまあ人によって違うんですけれども、まあ、まあ完全に前向ける方もいますし、まあ、この辺りでやる方もいます。で僕の場合はだいたいこんな感じですかね。角度的に言うとまあほぼ90度ぐらい、まあ、でも若干、通常のスタンスに近いこんな形に置いてます。全体で見るとこんな感じです。で、前足の荷重になります。だいたいね比率で言うと8対2ぐらい、だからもう前足でバランス取れてるぐらい、これぐらいの感じの体重のかき方ですね。ここにしっかり重心が乗ってるような形にします。頭もちょうどフロントトラックの上あたりを目指してスタンスを作ります。でこれが第1ステップ、はい、第2ステップはしゃがむっていうことなんですけれども、ショービット360ぐらいだとそんなにしゃがまなくても滞空時間稼げるので、みんなね意外と浅くしゃがんじゃいます。だけどこれだとうまくいかないケースが多いんです。しっかりしゃがんだ方がバランスも取れやすいので、ね、気持ちね最初これぐらい、ね、結構しゃがんでるでしょ。これぐらいしゃがんでやった方がやりやすいです。なのでスタンスとしては、荷重がね8、2ぐらいの割合で、これぐらいしっかりしゃがむっていうのが、最初の構えスタンスになります。はい、はい、じゃあねこのトリックの原理なんですけれども、ね、デッキがこういう風に進んでいきます。で、ノーズを踏んでつま先でねこういう形でねじり込みます。そうすると、進行方向でね推進力こうなってるわけなんですが、板横にすることでここでね一気の動きが止まります。動きが止まってここを軸にして、もうこの時点で、横に回る回転の力加わってるんで、そのままこう勢いをつけて360度回るっていう、まあ、そんなトリックになります。前足のねこの使う力と後ろ足、まあ、補助的に使ってますけれども、この後ろ足が、まあ、こうね自分の後ろ向きに蹴ってる場合と、あと前向きにこう送るように蹴ってる場合、まあ、そんなこの組み合わせで、まあ、いろんな方向に動きます。なので、自分がこうジャンプしてね、ジャンプした位置に、だいたい板は来なくて、板はもう後ろの方に飛んでったりとか、今度逆にこう前の方に飛んでったりとか、まあ、いろんな方向に動きます。で最初はこの板の動きに、自分の体を合わすっていうような、まあ、練習の方法をするんですけれども、まあ、最終的にはどうするかっていうと、このつま先を動かし方でだいたいコントロールする感じです。後ろ足はもうほぼ使わないです。後ろ足はもう補助的にやって、前足のこの使い方だけで、やるようにするのが、まあ、一番綺麗に回るやり方になります。つま先の使い方なんですが、最初こうやって持ち上げます。で持ち上げた後こうずっとこう横に回してくるんですけど、この辺で離すんじゃなくって、もうずっとねこのまま粘って粘って後ろにこう送り込むような、まあ、それぐらいのイメージでやると、綺麗に回ることが多いです。まあ、そこまでねやるかどうかちょっと別として、頭で自分でどこまで持ってきてるかっていうのをイメージしてるかどうかで、まあ、変わってくると思うんで、いい位置をね自分で探ってみてください。
最初からね、360感じに回るっていうのができればいいんですけど、それなかなか難しいです。だから最初は、斜めから入って斜めに抜ける、まあ、角度でいうと270度ぐらいを、最初ね練習して、とりあえず横に回転する板に乗るっていうことをまずはちょっと覚えておくのがいいかと思います。さあこんな感じで斜めに入って、で最初はこんな感じになると思います。回りきらないと思うんです。だけどデッキの上にしっかり乗ろうっていう、ね、両足 でしっかりこのね 板の上に着地するっていうのをこうイメージしながら練習してください。さあこんな感じ、斜めに入ってこっちに今270度ぐらいしか回ってなかったです。だけど、回転する板に体を合わせて乗るっていうのは結構大事です。やっぱり乗れないと全然前に進まないんで、なので、うまくできなくてもいいんで、とりあえずその横回転している板に、乗るっていうことを徐々に、ね、覚えていっていただけたらと思います。はい、プッシュして前足荷重スタンス作ったらしっかりしゃがんでジャンプします。後ろ足で着地するとかっこよく見えるんで、こっちでね着地するようなイメージでやります。ここですね、最後にドライブ入れる感じです。後ろから見るとこんな感じです。こんな感じですね。はい、ショービット360の解説だったんですけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとね前足のこう使い方が独特なんで、まあ、最初の方は戸惑うかもしれないんですけれども、まあやり続ければ、ね、必ずできるようになります。まずは、360度回らなくても板の上に乗るっていうことを意識して、徐々に練習していってみていただけたらなと思います。はい、ということでね、これからもハウトとか動画いろいろ出していきたいと思いますので、ぜひフォローとかいいねとかシェアとか何でもいいんでしていただいて、次が出るのをお待ちいただけたらと思います。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。